世界総人口の約8割が何らかの特異体質である超人社会となった現在、混乱渦巻く世の中で、かつて誰もが空想し憧れた一つの職業が脚光を浴びていた。でっけえヴィラン。通勤時間帯に能力移行講習及び高等知識、まさに邪悪の根源よ。キャニオンカノン。本日デビューと相なりました、マウントレディと申します。手柄が巨大化か。人気も出そうだし。ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの防衛、市民の生活を脅かすヴィランたちから僕らを守ってくれる存在。そしてヒーローの中でも最強を誇るオールマイト。幼い頃から僕は彼の姿に憧れていたんだ。オールマイトのような笑顔で人々を救うヒーローになりたい。ボツ個性どころか無個性のてめえが、なんで俺と同じ土俵に立てるんだ。人は生まれながらに平等じゃない。これが弱い4歳にして知った社会の現実。ヒーローを目指すには致命的な無個性。たとえそうだとしても、みんながそう思っていたとしても、周りの言うことなんて気にするな。クイッと上見て突き進め。ヴィラン！天才図を確認。大丈夫、体を乗ってるだけさ。大丈夫だ少年、私が来た。
この世界では時として思いがけないことが起こる。ナンバーワンヒーローオールマイトとの出会いは僕の運命を変えた。個性がなくてもヒーローはできますか？個性のない人間でもあなたみたいになれますか？5年前、敵の襲撃で負った傷だ。私のヒーローとしての活動限界は今、1日約3時間ほどなのさ。プロはいつだって命がけだよ。夢見るのは悪いことじゃない。だが、相応の現実も見なくてはな、少年。散ったヘドロヴィランのベトベトはこの後ヒーローらに回収され、無事警察に引き取られたみたいだ。そして僕は帰り道で。少年、礼と訂正、そして提案をしに来たんだ。あの場の誰でもない小心者で無個性の君だったから私は動かされた。トップヒーローの学生時から逸話を残している。ヒーローになれる。
ヒーローになるために。全力でかかってこい。緑谷いつくです。
僕も本気で行く。とりあえず俺、クイ
you